品田俊平6月7日から1935年4月14日は日本の宗教家。1905年に心教を開教した。心教では大義下と呼ばれた。1912年頃1873年6月7日、新潟県狩羽郡柏崎町比較2061番にて、父、父八と母、橋手の間に生まれる。家は呉服屋であった。 両親は熱心な仏教信仰者であり、春平自身も常に教文を読唱し、礼拝を怠らず、常に学級心と同心とを忘れなかった。柏崎町比孔神尋小学校を卒業後、星野漢学塾で漢学を学び、大道長安や平井展開に月仏教を収めると同時に、町の道場で剣道の修行を積んだ。その補上教師、 山口三之助や福来祐吉氏と交わり、その後もしばしば上京しては、仏教、儒教、キリスト教、哲学、剣道など、各分野の大家のもとを訪れ研究したとされる。1905年3月21日に礼事を受け、近畿弱薬、大語徹底の境地に至り感激の涙に浸った。森本南領によれば、この時に、自己の使命を自覚し、誓って、 これの広告を強制し、合わせて世界人類を救済せんとの融資を発した。それには維新大道を中心として、教育直後、その競争となし、世界の宗教をもって、これを保育し、これを融合せしむべきだということを悟った。3月22日、柏崎町比較に心教本部を設け開教を宣言。4月には、 北越心理療院を設け管下救済事業を行い始める。1935年、来日した満州国皇帝不義が無事帰国することと天皇の長寿と祈り、4月初めから2週間の断食祈願を開始する。座禅を組み、寸国も眠らず祈願を続けたという。そして、満願の日の14日、正座したまま眠るように死去した。61歳であった。 心経では春平が大本体にご復帰したということから、17日の午後1時より復帰式を執り行い、午後2時から3時まで一般の告別式を行った。辞世の句は以下の通り、教主の座は子である、清票が受け継いだが、第二次世界大戦による食糧難も相まって、総本山にも住む者はいなくなり、心経はやがて姿を消すこととなる。 ありがとうございます。